都市災害や今後発生が心配されている大地震に対して、これまで以上にヘリコプターの力を生かした活動を可能とするため、精鋭機として初めて導入したイタリアのアグスタ・ウェストランド社製の AW139 型ヘリコプターです。主な特徴は中型クラスのヘリコプターの中でも最大級の大きさで、これまでのヘリコプターと比べエンジンのパワーが向上し、飛行距離も伸び、条件が良ければ北は北海道の函館、南は大分県まで給油をすることなく飛行することができます。またヘリコプターの機内が広くなったことにより、一度にたくさんの人を乗せることが可能となりました。そのためエンジンのパワーを必要とする夏場の救助活動や緊急消防援助隊としての神奈川県内の派遣において、より安全で効率的な活動が可能となりました。横浜を空から守る航空消防隊の機動力と力強さをご覧ください。平成25年7月に運行を開始した最新鋭の消防ヘリコプター浜千鳥1、横浜開港船には今日がデビューです。